どこむせ、すまねえ、引っ越しちまった。だろ、泣くんじゃねえ。やべ、来ちゃうかも、UFO。なんかさ、あの、フータのエピソードの第1話がマスターのことっぽくて、だからそれ見たいんだよね。聞いてみよう。どうしたの？お仕事してよ。まだギスギスしとんか、この村は。ここの喫茶のマスターとは思えば妙な付き合いになるんですけど、マスターってば、人を疑うってことを知らないというか、なんというかその、純朴な方でしてね。明らかに詐欺師っぽい狐の商売人に、偽の絵画を売りつけられる寸前だったんです、はい。本間もんのコーヒー味わいながら眺める本間もんの芸術品。なんて、騙し文句に引っかかりそうなところを、私が運よく見つけましてね。ええ、思いっきり偽物だって叫んでやりましたと思う。もうちょいやり方ないんか。あとなんか、もうマスターってオレオレ詐欺に引っかかるご老人って感じになっちゃってんの？これはちょっと困ったね。これマスターの知られざるマスター聞けそうじゃない？この感じ。あ、ガーデニング大会だ。俺ガーデニングする庭がねえんだけど、これ。硬い地面しかないよ。ちょっと、UFO が来る可能性を一応聞きに行こうかな。ガーデニングの日にめちゃくちゃ枯れてるけど、まるちゃん、なんかあった？ガーデニング大会、よその花盗んで植えてたな。大泥棒いるやん。大泥棒ジンやん。はぁ、どうしたの？いえ、ちょっと疲れが溜まってるみたいで。考えてみれば、ここは昼も夜もオープン24時間。24時間オープンって言われるの珍しいね。オープン24時間って言うんだ。要するに私、働きっぱなしなので、てか、冷静に考えたらやばいな。ずっとここに立って生活してんだもんね。もういいよ。もういい。休め。もちろん仕事ですから疲れただの、休みたいだの言っちゃいられません、はい。それに、私だって皆さんが帰った後は、地下の喫茶でコーヒーをすすりつつ休憩していますですよ、はい。ああ、こんな話してたら無性にコーヒー飲みたくなってきちゃいました。店に足を踏み入れると、ぷーんと漂ってくるあのビターな香り。くぅー！もうたまりませんです。ほほーめっちゃ元気出てよかったな。コーヒーの話したら。この味わい。コクがあるのに、すっきり爽やか。ちゃんと食レポしたね、今日はね。苦ーいほら、ショック受けちゃったじゃん。ありがとうございました。マスター横から話しかけられないの？どうなんだろう、おいもりは。あ、話しかけれる。学生時代からよく通ってましたから。喫茶店開くの夢だったんです。ええー、こんなの言ってくれるんだ。ちょっと心開いてきてくれてない？始める準備をしています。なんか右下のあれさ、遊戯王カードの融合にめっちゃ似てるよね。遊戯王の下り今日2回目。実はね、3回目です。3回目です。え？ちょっとあいつ引っ越してない？どこむせ、すまねえ、引っ越しちまった。だろ！泣くんじゃねえ！その涙は、今度会った時に取っておくんだ。いいな。あばよ！眼鉄より。バーローいただきました。すまねえ、引っ越しちまった。なんか、すまねえ、引っ越しちまったっていいな、なんか。なんだろ、この良さ。結構良さ見ない、これ。むー。どうしたの？いえ、最近ちょっと眠れなくて。
コーヒーの飲みすぎでしょうか。もうええわ。どうもありがとうございました。確かにコーヒーに入ってるカフェインにはですね、神経を興奮させる作用がありますです。はい。しかしですね、私の場合特別なブレンドを頼んでいますから、ビジョンミルクですよ。あれはカフェインとは逆に神経をリラックスさせるんです。はい。要するにプラスマイナスゼロということになりますね。そんな効果あんの？ん？ということは、もしかして飲んでも飲まなくても同じということでしょうか？はて、私は一体何のためにあれを飲んでるんでしょうか？マスターに謝れ。あれ？見知らぬ猫がいるぞ。あ、君がドコムスさんでしょ？なんかお手伝いとか得意なんだって。うわ、変な噂立ってるやん。仕事系のゲームばっかやってるもんな、お店っちとか。そんな変な顔しないでよ。木村の人からいろいろ聞いてるよ。木村っていつ来てもいいとこだよね。素朴でいい人たちがいっぱい住んでて、おまけにこんな美味しいコーヒーが飲めるんだもん。もういいこと言うやん。いいのよこの村は。これ見知らぬ猫来てる日も話せんのかな。ハトってその辺じゃよく見かけますけど、巣がどこにあるかなんて誰も知らないんですよね。あ、確かにね。私たちが日常の喧騒から離れて本当に安らぐことのできる空間、それがこの店の名前の由来です。なるほど、だからハトの巣なんだ。都会でお店を出していた頃はお客さんが全然入らなかったこともありましたから、決して入れることのないコーヒーを蒸らし続けているような開店休業の日々、あの時のコーヒーはとびっきり苦かったですから、マスターも苦い思いしてんだな。好きでやってますから。いい店ですね。いや、ああ、なんかいいな、今の会話。今の会話、ぐっときた。ポッポ屋見たときみたいな気持ちになったね、今ね。ポッポ屋見てないんですけどね。はぁ。どうしたの？いや、ちょっと、マスターと出会ったときのことを思い出していたんです。あ、聞きたい、それ。マスターと出会ったのがですね、ここから遠く離れた私の故郷でして、ビルのひしめく都会の片隅で、今と同じように喫茶店を営んでおりましたです。はい。まあ、この話から察するに、結構みんな都会に住んでた時期があるっぽいよね。たぬきちもだしね。その頃私はまだ大学に通っていた青2歳でございました。ちょうど期限までにちょっとした論文を書き上げてもならず、町中の喫茶店をはしごしては執筆していたんですが、なかなか書き上げることができず、イラ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 していたわけです。はい。そんな時ですね、駆け込んだ喫茶の店長に言われたんですね。どんなこと？ここでもういいよって言ったらだいぶやばいやろ。焦って入れたコーヒーは味気ないだけですから。かっこいい。たった一言ぶっきらぼうに言われただけですけど、私は目が覚める思いでしたね。コーヒーは早く入れればいいってものじゃない。じっくり時間をかけて蒸らすからこそ深いコクと味が出る。論文も同じだと諭してくれたように思うわけです。はい。あ、そうです。その店の主人がマスターだったわけなんです。はい。それ以来ですよ、彼と私の長い付き合いが始まったのは。めっちゃいい話。なんかこう、なんか都会の喧騒に疲れた時にやっぱマスターの一言がぐっと心を安らかにしてくれそうだよね。いい話だった。多くを語らない良さ、
このマスターのこの多くを語らない良さは僕と風太とは大違い。憧れるわ。ただ今日は鳩に戻ってます。やべ、ちょっと目合わせないようにしよう。ちょっと警察電話すっか。これもう一回ついてきたら確定だよな。うわ、こいつ分かってやがるタイミング。くそ。いえ、ちょっとマスターの昔のことを思い出していたんです。はい。今だから言える話ですけど、あの人もいろいろと苦労されたんですよね。そうなんだ。今も昔もマスターの店はコーヒーだけを扱う専門店ですからね。最近そういう昔ながらの喫茶店にはなかなかお客様が、まあみんなスタバ行くからな。とりわけ都会の若い人は来てくれない、そうじゃありませんか。収入もはかばかしくなく赤字に悩まされたマスターはお店を畳むか畳まないかで随分迷ったそうなんですよね。かわいそう。そんなマスターのことを風の噂で聞きつけた私はですね、いても立ってもいられなくてマスターにお手紙を出したんです。博物館の一室を無料で貸し出すから木村に来て新しい店を始めてみないかって。え、めちゃくちゃいいこと言うやん、フータ。何良かったのって。結果見ればお分かりでしょ。大成功ですよ。都会ではありふれた飲み物のコーヒーも、木村では意外と珍しい飲み物ようでありま、そんな理由で流行ってんのこれ。村のいろんな人たちにコーヒーの素晴らしさを広めるため、マスターは昔以上にやる気満々で働いていますです、はい。めっちゃいい話。じゃあマスターが店を続けられたのは風太のおかげかもしんないってことなんだね。そのまま店畳んで、隠居生活に寝るの早えな。フータ見直したわ。そんな苦労してまた作られたコーヒーを飲もう。この味が最も引き立つ 80.27 度。あ、ちょっと今日低めだね。入れたてをどうぞ。あちちやけどしそうなくらい入れたてがうまい。あちちって言ったらマスター傷つくだろ。確かにね、場所無料で貸すって相当だよね。でも、フータにもメリットはあるんじゃない？その、博物館ってさ、まあ、こんだけの住民でさ、なかなかいっぱい来たりしないかもしんないけど、みんなマスターのコーヒー飲みに来るついでに来てくれるかもしんないから、そういう意味ではウィンウィンなんじゃない？いい人です、フータさん。口ではとても感謝しきれないですから。いや、この言葉の重みがかなり出たね。このゲームマジ都会嫌いよな。まあでも都会から逃れるために作られたようなゲームみたいなもんだからね。動機はわかんないけど。